主導の孤独なラジオ。 みなさんこんにちは手動です、えー、第26回、えー、ということで更新予定日がですねはいあ12月25日、えー、更新予定日とさせていただいておりますすいません前回あの23日と言ったんですけれどもあのテンソーマンの生配信のあの仕事をいただけてかぶってしまってたのでこちらずらさせていただきましたご了承くださいという感じなんですけれども、えー、クリスマスですね、えー、皆さんどうやって過ごしたのかとこれが配信される頃には俺はあのキラキラな人間になって いいるのだろううかということこを思ったりしてますけどもクリスマスってことはもう年末ですね、えー、先日はあの m 1グランプリも終わりウエストランドさんが優勝という結果で今年は終わりましたけどもおめでとうございますって感じ、マジでめっちゃ嬉しい。なんか いやもうおめでとうございますって何様だよって思うかもしんないんですけどもあの、まあ、ウエストランドさんというあの芸人の方があの優勝したんですけれどもそのやっぱボーカルの井口ボーカルって言わねえかあのボケの井口さんがですねやっぱり僕はこうあのモテたいモテたいと。 日行ってる自分そしてあの小柄な自分からしますと井口さんみたいな芸風はですね非常にこうシンパシーを勝手にね個人的に感じてたので優勝してくださって本当に嬉しかったですね今年も友達たちと見て、えー、テンションぶち上がって最高の年末っていうのが始まったような感じでございますねはいまあ、今年一年軽く振り返るような感じになるかもしれないんですけれども、えー、まあ今回も最後までお付き合いください 孤独なラジオ改めまして主導です、えー、近況トークという感じなんですけども、えー、今回まずはあれですね、えー、前回急遽あのですね手動の孤独なラジオ」特別編がありまして「えー、チェーンソーマン」で伝磁役を演じてます声優の戸く君が、えー、来てくれてその感想のお便りが届いてるのでまず読ませていただきたいと思います。 え、まずこちら、ツイッターネーム、べちこさん、えー、手動さん、とやさん、おつ D です。お二人の共通点や、とやさんが声優になるまでのお話など、貴重なことを、えー、たくさん聞けた40分でした。これからも頑張ってください。応援してます。という感じですね。ありがとうございます。えー、そしてツイッターネーム、めいさん、手動さん、こんにちは。とやさんとのラジオ、とても面白かったです。様々な共通点がある中で、モテたいという熱望が、え <laughs> まじまじと見えて、おまず笑ってしまいました。これ嬉しかったですね。えー、またこのお二人の絡みが見たいです。おつ D、などです。いっぱい お二人ありがとうございます。いやー本当に楽しかったですね。トヤくんとの、えー、ラジオはあのー、こんな。 孤独ななラジオなんてて自称してますけれども基本的に自分が YouTube でも勝手に作ってあげてるだけなのでなんかあのなんていうんですかねそこに普段来てくれるねあの友達のゲストもすごく嬉しいんだけどこうやってなんか仕事のつながりであの広がってこう出てくれてなんかある意味めちゃめちゃちゃんとしたラジオっぽくあのなってきた感じがですねやっぱりラジオ好きとして僕はすごく嬉しくて本当にもう戸谷くん含めあのスタッフの方々ありがとうございましたって感じですね。あ,あと ラジオもそうなんですけどあの CM のナレーシデンジの感じで撮ってくださいましてイン・ザ・バックルームのあれもめちゃめちゃなんか思い出深いしなんかこういう関係ならではだなみたいな思ったのであの皆さんもぜひ見ていただけたらなというふうに思います、えー、でまあチェンソーマン関係で言うといろいろやらせていただきましたね、えー、この動画が上がってる頃にはですね動画っていうかまあラジオいじでもラジオと言いたいんだけど、えーまあ、最初は直前スペシャル生配信番組「わしらの音楽」というですねチェンソーマンについて 特集する番組の方にも出させていただいてると思いますいただいてると思いますっていうこの言い方っていうのはまあはっきり言ってこうあのー、まだこれ撮ってる時にはその番組できてないので撮ってないので生配信なので、えー、きっと素晴らしい最高の、えー、番組になっているんじゃないかなというふうに思ってちょっとワクワクでございますね。 えー、それとですね、えー、文化放送さんのラジオにも出させていただきました、えー、カルチャー Z、えー、スペシャル、クスノキトモリ、ザ・ミュージック・レバァリーというですね、レバァリーというですね、えー、あの、チェーンソーマンで、えー、マキ間さん役を演じていらっしゃいます声優さんのあの、クスノキとモさん、あの、25とかでも、あの、プロセガの25でもお世話になってる方なんですけれども、その方の番組にですね、えー、東坊さんと、えー、2人で文化放送の方でゲストで出させて、えー、いただきました。いやー、これも楽しかったですね。はい。いや、まあなんか、 僕もラジオ好きとは言ってるんですけども、ラジオの入りが、あのー、結構アニラジとかだった関係もあるので、文化放送さんというですね、ラジオ局の番組はめちゃめちゃ聞いてたんですね、学生時代に。もうそれこそアニスパですとか、えー、まあ、コムチャとか DGS とか、あの、田村ゆかりのいたずらクロさサギとかね、ああいうのとか、あのー、めちゃめちゃ聞いてて、で、それがもう文化放送は、やっぱそういう番組がすごく多くて、なんか、その自分が聞いてたラジオ番組を作ってる作家さんたち、 そそれこそあのあの写真も上げさせていただいたんですけどちゃんこさんっていうあの名物作家の方がいまして、えー、その方にお会いできたりですね、えー、他にもなんかスタッフの方も昔この番組やってたんだよとかいろいろ言ってる方がいてわあみたいな,なんかすごく上がりましたねテンションが。なんか あるんですよ。A&G っていうね、アプリがあって、その、ラジオを放送してる、あの、風景とかを配信しながら、ラジオ聴けるみたいなアプリがあったんですけども、それで見てたスタジオだーみたいな、俺が聞いてた番組、 をやってたスタジオだみたいなところで撮れたりもして、なんか本当高校の時の自分に聞かせたらめちゃめちゃあのぶち上がるような最高の仕事でしたね。はい。で、まあくす木さんとも東坊さんとも非常に楽しく喋れて、うん、最高でしたね。なんか本当ご褒美系ですね。これはめちゃめちゃ楽しかったです。本当にありがたい限りだなというふうに思いましたね。 ええー、まいろいろあった月なんですけれども、あ、こういうこともありましたね。えー、僕があの、やってます、あの、手動商店というですね、あの、アプリ、えー、FC 的アプリがあるんすけ、だすけ、ですけれども、えー、あちらがですね、去年の12月くらいにリリースしたので、ちょうど1周年を迎えまして、えー、アートワーク周り、イラスト周りがですね、新しい最新の版に、えー、アップデートされました。えー、文吉のデザインもしてくださってですね、辻沙織、え、大先生がですね、今回 今回も手掛けてていいただいて今まで結構酒屋みたいなのをモチーフにしてた、えー、トップページだったんですけどもそちらが、えー、ちょっとバーカンのようなですねちょっとセクシーで、えー、かっこいい感じにアップデートされましたいやいい感じですねめちゃめちゃ気に入っておりますも、えーまあ、もうアプリも 一年もやってて、いろいろ細かいこととかね、変えていけたら面白いなと。それこそ、あの、年明けにはイベントあったりとか、そういうこともあるんですけれどもね、本当にやっぱこう、辻さんのイラスト、これも、 ね、だから僕があの、文吉とかを、その、書いていただく前から、あの、風呂敷文書でキャラクターで辻さんのは好きだったので、えー、そういった方に実際に書いていただけるっていうのは本当に嬉しいですし、今回のアップデートも最高でしたね。えー、で、なんか、本当にそんなね、素晴らしいクオリティで絵を描いてくださっている、あの、方の、のアプリの中でさ、もう、毎月俺は、あのー、本当に申し訳ないようなクオリティの、えっ、ー、と、毎月の、 あの、有料会向けの待ち受けを書いてるんですけれども、あれがですね、先月くらいから、あの、それまで画用紙に書いて、それをスタッフの人がスキャンして、待ち受けに加工するみたいな感じで作ってたんですけれども、えー、とですね、僕はあの、この度ちょっと iPad を変えまして、えー、iPad であの、i b ペイントっていうね、あの、何の、あの、 なんだ、イラストツールがいいって、インスタで聞いたらみんなが勧めてくれた、アイビスペイントっていうのを入れて、えー、そこで、えー、毎月の待ち受けを書いてるんですね。で、なんか一生懸命自分なりには書いてるんですよ、本当に。あのー、なんだ、アップルペンシルとかも買って、もう絶対アップルペンシルの持ち腐れな気がするけれども、なんか勧められたから買ってさ、えー、で、やってるんですけれども、本当にイラストはむずいな、マジで。うん。 なんか、辻さんとか、まあ、他、だから普段ね、あの、安田さんだ、龍星さんだ、黒目さんだ、いろいろお世話になってるんですけども、なんかそういった方の手掛けるイラストのクオリティがいかに高いかっていうのを自分で書いてると痛感する日々でございますね。ああいう緩い感じにはなっちゃうんですけど、皆さんちょっと引き続き集団焦点をチェックしていただけたらなというふうに思います。まあ、改めて辻さん、本当ありがとうございます。 えー、で、あと、あれなんですね。今月は結構、あの、ライブを見させて、えー、いただけまして、えー、一つが、あの、友人のニル果実のライブですね。えー、エビスザガーデンホールというところで行われたんですけれども、これを見させていただきましたね。なんか、なんかすごく良かったな。アプリとかにも書いたんですけど、なんか別に偉そうに評価できるような立場でもちろんないんだけど、なんか、すごく、あの、細かい仕掛けとか、あのー、ニルの、あのー、 なんだろ、曲のね、世界観のものを、なんか、MV の中に出てくるものを、こう、ロビーにちょっとセットとして作ってたりとか、えライブの中身の詰め方だったりっていうのが、なんか多分、すごいこう、やりたいことがいっぱいあって、それを一つでも多く叶えようみたいな、いう感じで、いっぱいいろんなアイデアが詰め込まれてる、非常にこう、キラキラして楽しいライブで、なんか、 うん、いいなって思いましたね。なんか俺もちゃんとアイディア詰め込もうって思いました、ライブに対して。別に今まで詰め込んでなかったわけじゃない、なかったんですけども。うん、まああの、よりこだわりがね、あの、強いものを見させていただくと、なんか頑張ろうなっていう気にすごくなって、やっぱ友達のライブはいいなっていうふうに思いましたね。本当にお疲れ様でした。あのー、いろいろね、ご時世的にライブ飛んじゃったりもしてたんで、やっとできて本当おめでとうって感じですね。ただ、い こうちょっと一個ね、俺ね、言っときたいのがあって、あれ、ぶっちゃけニ輪のライブに関しては。あのね、まあ、はっきり言ってライブの内容ではないんですけれども、会場だね。あの、エビスザガーデンホールっていう会場はですね、そのエビスにあります、なんか、おしゃれスポットのど真ん中にあるホールなんですけれども、これがね、やっぱ、 12月っていう、あのー、季節のあれもあるんですけど、周りがね、すごいイルミネーションスポットになってて、もうめちゃめちゃキラキラカップルだらけだったんですよ。キラキラ、キラキラしてで、なんか俺その日ね、ライブ行く前ちょっと仕事してて、そっから移動して行ったんだけれども、なんかちょうどホールと反対側のとこに、あの、間違えて到着しちゃって、そっから歩いて、あ、こっち側かって言ってホールを目指して歩く間、もうカップキラキラカップル、 キラキラカップルだらけで、なんか、すげえ HP 削られるみたいな。なんか全然いいんだけど。別になんか俺も昔見たく、なんかグヌヌとかならず、いいなぁ、ならそうだなぁ、みたいなテンションではあったんですけどもね。あの、ぜひ次ライブやるときはですね、え、俺みたいなあの、モテない男のためにですね、あの、なんかライブに集中できる山奥とかでやっていただけると、俺もどこでやっても人間ライブなら行くので、え、嬉しいですけどね。あ、でもあれかもう、次のが決まってるのか。あれか、なんか、来年とかに。あ、なんか、おぉ オウエストか。ーウェスト,ェスト渋谷のところですね。あそこは、あそこはでもあれだな。エロホテル街だな。エロホテル街だから結局カップルがいるんで、うん。まあ、俺が精神強くして、あの、行きます。はい。楽しみです。来年もぜひ、あの、行きたいですって。思ってますという感じですね。はい。 ああいはい。えー、まあそんなのとは、また、そんな俺とは打って変わってですね、えー、もうキラキラな、いけてるメンズのライブに行かせていただきました。えー、エンティームさんのですね、えー、デビューショーケースというです、あのー、ライブがありまして、東京体育館の方で行われたのにも行かせていただきました。えー、なんか俺本当仕事であの関わらせていただいてさ、アンダーザスキンって曲に、そこでもう関われただけですげえもう光栄だなと思ったんですけど、なんとライブに呼んでいただいて、なんとしかも写真も撮らせていただいて、 いたただきました投稿させていただいたんですけどいや本当にお忙しい時間を縫ってねあの撮っていただいて本当に感謝感謝なんですけれどもいやーああやってもう本当にハイレベルな方々と並ぶと「俺ちっちゃーみたいな ちゃも人間としてもだけどやっぱタッパとしてもちっちゃくてですね。まあまあまあ、これはこれで胸を張って生きようとは思いましたけども。そんな、ちょっと、卑屈な自分すら前向きにしてくれるような最高のライブでしたね。はい。まあ、アンダーザスキンは、あの、もちろん、他にもあの、最初のね、アルバムに入ってる楽曲いろいろやってたりとか。えー、なんか、単純なライブ、ワンマンライブっていうんじゃなくてやっぱデビューショーケースということで、ちょっと、おののメンバーのですね、えー、紹介ですとかトークコーナーとかいろいろあって、なんか本当盛りだくさんで、 あの、すごく見てて楽しかったなというふうに思いますね。えー、で、まあ東京体育館という会場なので、えー、作りがね、すごくアリーナなので、いわゆるアリーナの作りなので、来年、それこそ4月に俺幕張メッセライブがあるじゃないですか。皆さん来ていただきたいんですけども、なんか、そういうのの、どういう景色になってるんだろうな、みたいな想像もちょっとしましたね。はい。まあ、でも本当に歌って、 で踊ってっていうのはやっぱり生で見るとほんと迫力あってすげえなって思いましたね。アリーナ、頑張ろうマジで。本当に俺はあんなキラキラしてねえけどマジぶちかますんで本当頑張ろうって思わせていただきましたね。本当エンティムの皆さんのライブのおかげで本当に素晴らしい時間ありがとうございました。 えー、まあとりあえず、近況報告はこんな感じですかね。えー、なんかちょっと年間のいろいろ仕事振り返りしようかなと思ったんですけども、えー、それはあの、手動商店のアプリの方の5分ラジオで、えー、そういえばやったなーっていうことを思ったのでですね、まあ年末なんで、えー、ちょっと皆さんからいただいたお便りなんか読ませていただけたらなというふうに思います。まあ年末なんでとか言われず、常に読めって話なんですけど、えー、ツイッターネームリンガさんですね、えー、手動さんこんばんは、えー、そして早めのメリークリスマス、えー、まかりメッセのライブに母と妹、 とと一緒に参加します。お、ありがたい、えー。セカンドライブを幕張で解説することは千葉県民にとして、えー、すごく嬉しかったです。ぜひ千葉県で遊んでいってくださいね。という感じでございます。ありがとうございます。ライブも来てくれるということで非常に嬉しいですね。えー、千葉県で遊んでてくださいねっていう感じなんですけども、まあ都内住んでるんで千葉は友達も住んでてちょいちょい行くことはあるんですけども、なんかどこで遊ぶのが一番一般的なんですかね。なんか。 えー、あ、でもあれか、幕張のイオンモールとかに行って、あの、吉本の劇場あるじゃないですか。あれでたまにお笑い、友達と一緒に見に行ったりみたいなことはありましたけどもね。千葉県。うん、あ、でも千葉は美味しいもんが多いな。なんか、 えっとねー、あの、俺好きなラッパーでドグマさんって方がいるんですけど、その方が YouTube で結構いろいろグルメな方なんで、ラーメン紹介してるんですけど、千葉県はあの、背脂ちゃっちゃ系のラーメンがちょいちょいあって、そこで紹介されてた、なんかドグマさんが紹介してた、バッタマっていう、千葉県のラーメン屋さん、あのー、すごい美味しそうだなと思って、この間友達と行ったんですけど、あれうまかったっすね。 はい。この間だってか、結構前が結構前なんだけど、うーん、うまかったですね。で、あと、千葉は、あの、かラうら担々麺っていうですね、えー、ラーメンがあってね、あの、辛いんですけど、あれが非常にうまくて、俺、うま辛好きだから、結構、辛いのって言われ、めっちゃ辛いのは苦手だけど、あの、中本とかも好きなんで、担々麺、かラうら担々麺食いたいんですけど、食いたいんですけど、でも、ライブで、じゃあ食べたいからケータリングというか、なんか用意しといていただけると嬉しいですって言っても、ライブ前はさすがに食えねえような。 してなんか辛いもん食うとあの唇腫れたり喉腫れてあの歌に支障が出るという話があったりするし今ちょっとやっぱ筋トレしてるんで脂質高めなものは本当たまにしか食えないんでまあライブ終わったらちょっとカツラタンタメで打ち上げしたいなって思いますねはいラーメン食いてえなラーメン食ってねえんだよ最近マジで偉くないほんと褒めてマジでマジで褒めてライブ終わったライブとあとあれだな1月の えっと、FC じゃねえや、あの、新春挨拶の会とか終わったら一回入れたいなって思ってますね。ありがとうございます。えー、もう、いつぐらいかな。t、え、w、ー、ツイッターネーム、シュカさん。えー、シロさんこんばんは。えー、私は今年、受験生でクリスマスもきっと塾で勉強してると思います。マジ偉いな。ナ、えー、がむしゃらに行けることが、えー、楽しみだけが私の救いです、えー。そういえば、受験生のために、1、2月は大きいことはしないと言っていたのは、あれはどうなったんですかというお便りですね。 確かにだいぶ前に言ってたの。非常に申し訳ねえ。わかる。いや、俺も受験生だった時に、ちょっと受験期にイベントやんねえでくれやって、あの、好きなアーティストとかに対して一瞬思ってたんですけども。まあ、なかなかやっぱ、あのー、ね、活動してると活動止めれないので、そこは本当申し訳ないってそこは多めに見てほしいなということなんですけれどもね。まあでも、あの、ライブはね、ちゃんと終わってからあるので、あのー、多めに見てくれって感じだね。受験終わって気持ちよく、あの、がむしゃら来ていただけたらなというふうに思っておりますね。 受験生か、まあ、年明けは本当に本番だしな。なんかめちゃめちゃ、あのー、まさにやってきたことが出る時期だと思うんだけど、うーん、俺やっぱ、俺がね、大学受験の時のでめっちゃ覚えてんのが、えっ、ー、と、ほら今年俺中野サンプラザでライブやったじゃん。でなんか MC で色々行ったりもしたんですけど、やっぱ中野サンプラザ思い出深い会場だみたいな言ったんだけど、その中の一つの思い出として、俺、こう、えっ、ー、と、大学受験、 で、あのー、なんか、何個か受けるじゃん、私立とか滑り止めとかで。で、その中で受けた一箇所が、めちゃめちゃ、こう、中野サンプラザに近い会場があったのね、受験が。で、そこで受けて、で、ちょうどその日、 あの、すごい自分が当時好きだったあの声優さんのライブを中野サンプラザの会場でやってて、俺どうしても行きたかったけど、えっ、ー、と、受験が被っちゃったから仕方ないと思って受験を優先して行ったんだけど、意外とその受験がすぐ終わって、あれこれ行けるんじゃないかみたいになって、あのチケットこそないけどグッズだけ買いに行こうっつって、その中野サンプラザに行って、 でえー、まあちょっと音聞こえてんなーみたいな中グッズだけ買って帰ったみたいなんですね。受験と中野サンプラザの、えー、記憶がすごく鮮明に残ってますね。懐かしいですね。いやー。 そんな、えー、思い出深い、あれですけれどもね、あのー、ライブやりますんで、ぜひ皆さんちゃんと、えー、受験バチコリしっかり決め込んで、えー、成功していただいて、余裕を持って、えー、ライブ来ていただけるなと嬉しいですね。えー、僕もそこに向けて、しっかりやっていけたらなという風に思ってますので、よろしくお願いします。えー、まあ、そんな感じですね。えー、今年1年もこのラジオやってこられて、本当に、あのー、月並みな言い方にはなんですけど、皆さんありがとうございます。えー、そうですね。 えー、まあ、なんかまとめる、音楽のまとめはね、まだまだ仕事は、あの、ほん年末ギリギリまではあるんで、あれなんですけども。うん、やっぱ今年はいろいろラジオをちょ,いちょい出させていただいたりとか、あと、それこそね、この間、あの、戸谷くんがこのラジオ出てくれたり、年明けには、えっ、ー、と、いろいろ手動書店のあの、イベントがあったりとか、このラジオがですね、非常にちゃんとしたラジオに向かってどんどん進んでる感じがあって、あの、ミュージシャンとしてというより、やっぱラジオ好きとして非常に嬉しい一年だったなというふうに思います。 こうやって勝手に作ってね、もう早2年みたいなラジオなんですけど、来年も、えー、えいい感じにやらせていただけたらなというふうに思っておりますので、皆さん今年1年ありがとうございます。そして来年もよろしくお願いしますという感じでございます 主導のこのクララジオは早くお別れの時間になってしまいました。番組では皆さんのお便りをお待ちしております。感想や質問などはツイッターでハッシュタグ、シャープ、主導ラジオとつけてツイートするかこの動画のコメント欄にお書きください。次回の更新予定は2023年の1月27日です。さあ、告知まとめさせていただきます。えー、テレビアニメ、チェーンソーマン第5話エンディング、インザバックルームという楽曲こちら配信中でございます。えー、いっぱい聴いてください。えー、で幕張ライブが来年あります。えー、主導ライブ2023、えー、ガムシャラと題し まして2023年来年の4月8日,8日ですね土曜日、えー、行います、えー、新学期とかの時期ですが皆さんぜひ来てください選考を引き続きいろいろやってますのでチケットチェックしてください。 えー、そして FC イベント、まあ、FC 的イベントですけれども、主導商店新春ご挨拶の会が、えー、年明け1月14日、えー、ありますので、こちら来られる方はぜひ、えー、よろしくお願いしますという感じでございます。えー、そういったもろもろの情報主導、えー、商店でですね、公式、えー、アプリで見れますので、そちらもぜひダウンロードしてくださいという感じでございます。えーまあ、そんんんなな感じででごござざいいまますす、えー、今今年年年最後の手動の孤独なラジオだったたけれども皆さん改めて今年、ね、ありがとうございましたもう 本当にねあの冗談抜きで皆さんの5000円で成り立ってる、あのー、人間というか生活というか音楽なので本当引き続きよろしくお願いします。どうしようかな,なんか来年の抱負とか言うとちょっと壮大になっちゃうんですけど。あのー、前なんか 中ねラジオとかでも言ってるけどよりこうポップによりいろんなところで皆さんのにこう楽曲を聴いていただけたり自分をしていただく場所とか増やしていけたらなという風に思ってますので、えーまあ、今までやってきてるこうインターネットっていうのは軸でもちろんとして、えーまあ、サブスクですとかそういったいろんなところでもこういっぱい聴いていただけると、まあ、いただけるっていうか聴、まあ、いていただけるように頑張ります一緒に頑張っていこうぜとみんながいっぱい聴いてくれたらより広がっていくんで、えー、僕もそれにあのー、なんだ 最高の曲を作るので、えー、ぜひいっぱい聴いていただけたらなというふうに思います。うんであと、まあ、テレビだったりいろいろメディアは出たいしあとライブもねなんか本当単発とかじゃなくてツアーとかがやれたらいいななんてことも頑張って考えてますのでもうその際はね、えー、お近くのところで来ていただけたらなというふうに思って、えー、おります。えーまあ、長くなっちゃうのでこんな感じで締めますけれども本当に改めて今年1年ありがとうございました。えー、皆さんそれではまた次回というか来年お会いしましょう。お相手はシュドでした。よいお年を アーディ